アルフレッド・コグニオー王。アルフレッド・コグニオー王は、ベルギーの植物学者である、卵化の植物も専門とした。エノー州のロビッチスに、役人を兼ねる、商農家の長男に生まれた。農場の仕事のために、しばしば学校を休まなければならなかったが、1861年に、教師の資格を得て、数学や自然科学の教師となり、各地の高校で働いた。 植物学に興味を持ち、植物学者で政治家のデュモルティエと知り合い、弟子、友人となり、デュモルティエとベルギー王立植物協会を設立した。ブリュッセル植物園の経営が行き詰まり、デュモルティエの提案でベルギーに国立植物園が整備される際に、植物園の職員、学芸員になり、インカ植物の分野の研究を行った。園芸植物にも興味を持ち、 1873年から1874にマルシャルと協調でプランテオン・モンテイルズ・アフォイジ・パナッシュ・イコロレを発表した。1872年にグラーツ大学植物園の園長のアウグスト・アイ・ヒラーから招かれマルティウスの編集に始まって国際的なプロジェクトとなったブラジルの植物の編集に参加しブラジルのウリカヤのボタン科の植物の研究 執筆を行い、プロジェクトに参加した65人の執筆者の中でも、最も多くの種について執筆した研究者となった。1880年に、国立植物園を辞め、ジョドワーニュの市販学校の自然科学の教師となり、植物学の教科書、プティ・フローアで、ベルジック・ア・エル、ユーセージでエカルを執筆した。1901年に教師を辞め、 欄化の植物などの研究に専念した。1903年にハイデルベルク大学から名誉博士号を授与された。A ゲニオよ英語センス、リクスヨネアイクナラフィックでオきですの通販、作画はアルフォンゾゴオセンスによる。カーンは植物の学名で命名者を示す場合にアルフレッドコグニオを示すのに使われる。ありがとうございます。